今回は、今回購入紹介するのは、うん、JR の JR の、なんていうのオンラインショップ JRE モールっていうところの東京土産ふくふくセット花形イレブン2024オリジナルデザイン迎春毎月ってやつでーす。でね、このなそれぞれのお土産屋さんの、うん、あのなんていうの袋。袋が別に。別々に色なんだ、ね。これはほら、これだったらごま卵。ちょっと映したいな。ごま卵って出て、次がひよこ。ひよこ。で、次、いろんなのこうやって書いて、あ、いっぱい、全部のお店のやつが入ってるんですよ、うん。この中に入ってる。ちゃんと入ってる。そう。それと別々での中身がね、うん、入ってるよってね。だからこの袋は袋だけで綺麗にされてるから、使えますよって、ね。うん。だから、まあ変な言い方で、これ福袋で分けて、お、なんでお土産だって渡すこともできる。そうだね。だからそんな感じのやつをちょっと紹介していきたいと思います。で、ちなみにこれなんかね、うん、なんか1月1日から、うん、あの、追加販売分そう、0時00分から。から始まる予定なので、うん、もしね、気になったらね、うん、あの、お菓子だけど、うん、なんか、ほら、正月ちょっと食べたいなってね。東京のお土産に興味がある。そうそうそう、ね。という人は1月1日からの0時から、うん、まだ販売されるみたいなんで、うん、ちょっと買ってみたらどうでしょうかねっていう。うんのもお知らせしておきます、うん。じゃあちょっと紹介していきます。じゃあちょっとね、多いんで、うん、一つずつ紹介しながら、端に置いてって、うん、全部紹介するって形にします。で、今回の福袋の中には、東京駅を中心に展開するお土産専門店の花形屋がおすすめする誰もが食べたい人気の東京土産や、当店初登場の花形土産シリーズ合わせて11種類が入った、数量限定の福袋になります。じゃあ行きます。まずがね、このごま卵、東京卵、ごま卵、東京卵、ごま卵っていうお店のこのごま卵、ごま卵でこの紹介になる逆か。なんか見え分かんない、どっちにね。そうだね。そう、玉やな風味香ばしい黒ごまのあん。そうそうそう、あのチンパごま大好き。うん、あの、ほんと大好きだから。実はね、東京駅ね、あんまりそんなに行ってないけど、そう東京駅に行った時、なんか買った記憶があるよね。うん。確か。そう。好きなものって大体ね、決まってるから。うん、それ買っちゃうよね。これはあの、黒ごまのペーストと黒ごまあんをカステラ生地で包んで、なんと、ホワイトチョコでコーティングした可愛い卵型のお菓子になってます。だから、もう食えないってね。僕らじゃん。僕がもう食べられないしなの。8個入ってます。そう。なぜなら、カフェイン中毒。周りがね、チョココーティングしてあるんだって。そうなんとかしょ、ほじくって食べた。そんな気持ち悪いだろうな。でも、ごまが、そう。ごまが好きなのに。で、こんな感じね。あ、書いてあるね。賞味期限はどこにあるの？あ、ここに賞味期限。1月16日。うん。まあね、食べ物が短いから、そう早めに食べる。じゃあ、まず最初はね、東京卵、ごま卵の、うん、東京卵、ごま卵。ってやつです。じゃあ、まず一つ目です。じゃあ続いて東京ひよこ、東京ひよこのこちらです。東京限定特別仕立て、トロファンブレス、トロワアンブレスショコラひよこ6個入りです。はい、もちろんね、チンパは食べられません。これはこれまでにない新しい3層のひよこで、香ばしい皮の中に独自製法で作った白雪あんを使い、滑らかに整えたチョコレートあん、そのさらにそのあんでとろける濃厚チョコレートを包んだ。まあわかんない、チョコレートって書いた時点でもう食べられないと。チョコレートいつもと違うやつになってま す。こんな感じね。でここね、賞味期限はこんな感じで、これ結構早いね。1月9日までです。で、じゃあ2個目は東京ひよこの、トロワンブレス、うん、プレスショコラひよこってやつね。ちょっと言いにくいんだけど、うん、チンパ的にね。ってやつです。で、袋はね、これちゃんとついてます、袋ね、うん、で、こんな感じです。じゃあ 3個目いきじゃあ3個目いきます。3個目はじゃん、銀座コロンバン、東京銀座コロンバン東京ののこちらになります。東京駅焼きショコラ5個入りです。で、その東京駅のね、いや、絵ってすごいね、これ東京土産っぽい。そうです。で、これはサクッと新食感、熱くても溶けない焼きショコラ、濃厚なビターチョコレートの中にサクサクなクランチを入れて焼き上げた。そうで、こんな原材料とかこんな感じです。東京駅限定パッケージになってます。なってます。ただチンパは毎度うざいほどに言うけど食べられないと。何にも食べられるのはないね。食べられるのはない、ね、でこれは長いね、4月29日。
24年のね、うん、だから長いってやつで、こんなね、さっきも見せたこんな風呂についてます。そう、高そうだね、うん、高そう。まあチョコって高いってイメージあるよ、ね、なんか高いっていうか、なんていうおしゃれなお店のイメージがあるね、うん、なんかそういえば商品見せてなかったけど、これが焼きショコラでーす。 でちなみにさっきの最初のごま卵がこういうやつで、ひよこさんがこういうやつでーす。ほんと美味しそうなんだけどね。ね、あの見たら美味しそうなんだけど、正直言ってチンパは食べる気がない。あのそれ以上に離脱症状がきついから。大変なことになっちゃうから、うん。もうようやくね、前回までのディズニーランドとか見てくれてる人は分かると思うんだけど、うん、ようやく本当に抜けてきて、抜けて、ほぼ抜けたかな、もう。不安なあれはないね、うん、だから助かってるけど、これもう一度繰り返すのは嫌だから、うん。で、ちょっとね、買うの悩んだんだけど。まあしょうがないよね。あの、チンパだけは生きてるわけじゃないから。東京土産ってそそ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 そ、基本ね、チンパは特に旅とかしたい派だから、うん、少しね、でもね、あの IBS 持ちだからきついだよね、うん、っていう感じで、じゃあ次4つ目いきます。じゃあ4つ目は浅草常磐堂さんの常磐堂雷おこし本舗。何これ、これなんだ、上磯部おこし、あ、そうだ、上磯部4種ミックスになりますこれ書いてあるね。な、海苔、うん、抹茶、うん。抹茶食えないじゃん。ダメじゃん。黒糖の、ね、うん、白砂糖、うんうん。の4種類が入ってる、サクサクした食感が美味しい。なんだっけ、上磯でおこし。これ、チンパ抹茶もわかんなくて食って、まあわかる、緑だけどね。抹茶って間違えてね、あの、横骨から食っちゃったら大変だ。いや、抹茶だけ余計とかないと。回収とかない。で、こんな感じね。後ろはね。こんなカロリーと、うん、一応入ってるやつね。うん、になります。で、賞味期限これも長いね、うん、3月10日までです。で、これは雷おこしもあんまり食べたことないないね。あの浅草に行かないからね、そもそも、まあ昔行ったことあるんだけど、うん、あのそれとこの間、この間って言っても1年ぐらい前なのかな、あのほら東京リベンジャーズと、うん、あのなんだっけ、あそこ花屋敷の時に行ったぐらい。でもあの時ね、ちょっとまだ離脱症状離脱症状っていうか、あの時カフェインのそう摂取しちゃってた。そうそう。それで自殺症状出ちゃって、ものすごいまた不安に駆られちゃってた。そう、なのに、あの、ほとんどさっきみたいにほとんど行ったことない。もう行ったことないって過言じゃないね、うん。浅草にもうその日に行くって決めちゃうってね。でもあの時で、だからまだ気づいてなかったんだ。そうそう。だからその行動力がね、すごくなっちゃうね。カフェイン入ってると。うん。てか、ね、切れたら終わり。そう、切れた終わり。切れたから。切れた。向こうに着いた時に切れた。スンってなっちゃった。ということで、4つ目は浅草常磐堂さんの上磯部おこし、うん、になります。じゃあ次に紹介するのは一応4つ目と5つ目、うん、って感じで2つあったんで紹介していきたいと思います。じゃあ、花形土産さんの、うん、まず1つ目が、ふんわりなブッセ、湘南ゴールド。花形土産タコマン、ああっていうやつのふんわりなブッセ5個入りでーす。これは初登場の花形土産シリーズで、今村っていうの、今村温州みかんと、黄金かんから誕生した湘南ゴールドの香り豊かな梅皮の糖蜜漬けと果汁の自家製ジャムをクリームに練り込んだ爽やかな香りが広がるふんわりなブッセ。このブッセっていうのはこういうやつね。まあ、食べられると思ったらやつが入ってる。え、何、うん、何入ってるの、なんだっけ、このどこだったっけ、おお、来た、アーモンドだよ。でもこれは多分同じ製造とかで使ってる。あ、マジで？こっちの中には入ってないよね。入ってない。じゃあ大丈夫か？入ってない、ね。入ってない。じゃあ大丈夫だ。危なかった。で、賞味期限が、あ、短いね、これ。あ、これ短い。早く食べないと。うん。お正月に食べないとダメだ。うん。っていう、花形、まず一つ目ね。うん、花形土産とタコマンとのコラボなの？コラボっていうか、そう、初登場の、ふんわりブッセ。ふんわりなブッセの湘南ゴールド。ちょっとみかんっぽい味のブッセってやつね。で、もう一つが、うん、花形土産かける？モロゾフ。モロゾフのアーモンドスカッチクッキー、うん、になります。7枚入りです。で、これは東京駅花形屋オリジナルの花形土産シリーズ。オンライン初登場、バター風味のクッキー生地に香ばしいアーモンドスカッチを乗せてサクサクカリカリの食感に焼き上げました。これなんだっけ？花形土産さんはいいね。食えるから、チーム。両方とも食べられる。程よい甘みにアーモンドスカッチのモジオっていうの、これモジオが足のアクセントで、賞味期限は6月まで持つ。おお、いいね。
なんかこのね、なんか重箱みたいな、あと、なんで、缶の箱、うん、に入ってる。あの、ほら、花形のね。ちょっと昭和っぽい感じ、ね。そう。いいんじゃない？浅草じゃないけど。なんていうの？昔ながらで、ね。いいと思うよ。で、中身は、なんかこういう感じの、ああ。クッキー。になります。7枚入りです。というのが、東京、花形土産さんの2つのね、うん、ものになります。じゃあ次行きまーす。で、ちょっと端っこにもすでに寄っちゃってんだけど、うん、今回は、うん、次はね、今回で、うん、東京バナナの見つけた。見つけたか。箱入り。です。になります。で、まあそのままだね。東京バナナ見つけた。東京お土産ナンバーワンの東京バナナ、中には本物のバナナを丁寧に裏ごしして作ったバナナカスタードクリームがとろり、甘くて優しいバナナの香りがお口いっぱいに広がります。あ、俺チンパ絶対食えないですね。もうなんそのカフェインとか関係なくて、うん、バナナがダメだから。バナナ嫌いだから。そう、あの今までの東京バナナってあったけど、うん、絶対に手にすることがない。チンパね、うん、あのオランとか食べたことあるな、確かに、うん、あのディズニーとかにもあったよね、うん、東京バナナの、まあね、もう完全にバナナ、バナナいっぱい書いてあるバナナ、うん、だからもうそももろにねってやつで、で賞味期限が、あ、これな、賞味期限は短いね、これも短い、1月2日まですぐ食べないと、そう、食べないといけない、で商品はこういうやつです。そう、なんかロールケーキみたいな、なんてロールケーキって、スポンジの中にね、ケーキみたいな感じ、そうそう、バナナってるやつです。バナナ味、いろんな味がね、まった気がするけど、うん、これはもうバナナ味そのものっていうね、まあ一番だから人気だよ、一番人気で一番有名だよね、東京バナナ、うん、って感じで、じゃあ次行きまーす。じゃあ次に紹介するのはこちらのテラコンフェクトさんのキャラメルウィッチレースなのね、11個入りです。箱も袋もすごいんだよね、ものすごい高級感っていうの、なんかお菓子じゃないの、そうそうそうってやつ、ほんとこれもなんかすごいよ、なんかまずロゴみたいなのがすごいよね。なんかすごい高級店で買ってきちゃったみたいな、バッグとかなんかお財布とか入ってそう。で原材料とかカロリーはこちらです。ちょっと見にくいかもしれないよね。これは東京駅初大人気のキャラメルクッキーサンドです。チョコレートの中からキャラメルソースが溢れ出す贅沢な一口、さっくりとしたキャラメルクッキーで挟んで、さっくりとろりとした2つの食感を楽しめます。最悪だね、チンポ食えないね、もう。で、賞味期限は3月2日、うん、長いです。まあね、ここにもね、これ、あ、そう、商品が、ね、これは出てます。そう、こういうやつみたいです。じゃあ次行きまーす。じゃあ続いて、花形屋の、なんか袋3個ぐらいついてるんだよね、うん、で、この袋が最後なんだけど、うん、同じ袋が3枚ぐらいついてる、うん、もう一個出してもらう、うん、だから全部一気に紹介しちゃうね、うん、でまずこの黄色いパンダバウム、これが型抜き屋の子供パンダバウムいちご味1個入りです。こんな風になんか変なの書いてあるね、かわいい。でこれが材料とかね、うん、でいちご味だね、いちご味です。ですで賞味期限が2月9日、まあ微妙だね、うん、これは白いふわふわ生地にうっすら見えるカットライン、外側からゆっくり食べ始めると小さくて可愛い兄弟パンダが現れます。子供パンダバウムは優しい甘さと香りのいちご味、見て楽しい、食べて美味しい型抜きバウムって言って、これなんていうの、型抜きになってるバウムです。こうやって食べるみたいな、遊びながら食べられるみたいな感じです。のいちご味です。で次がパンダバウム、でこれはその型抜き屋のパンダバウムのプレーン1個入りです。でもなのね、あれだって、ここは原材料のね、うん、あれだって賞味期限は同じだね、2月9日、うん、ってやつです。でこれは東京駅サイズで大人気、型抜きしながら食べる新感覚バウム、可愛らしいパンダのデザインでご好評いただいております。外側からゆっくり食べ進めると手のひらサイズの可愛いパンダが現れます。パンダバウムはアーモンド香る優しいプレーン味です。で、こんな風に型抜きできるバウムクーヘンみたいになってます。です。ほら、知らないかったね、うん、で、最後かな、最後がが東京カンパネラになります。のショコラ5個入りです。食べられないの。で、これ材料、原材料だね、うん、あと賞味期限も書いてあるね、3月23日です。でこれなんかうちらは知らないけど、東京駅で人気定番のお土産がついに登場、薄く焼き上げたラングドシャを特製チョコレートのピラー柱で3層に組み上げました、程よく開いた
程よく空いた空気の層から心地よい香りと味わいが生まれますっていう、こういうやつ。ここにも商品画像あるけど、この波打った感じな、こういうやつ3層になってるね、うん、になりまーす。なります。じゃあ以上が何て言うの、まだ、ね、あ、そうか、おまけか、うん、で最後ね忘れてたけど、おまけ、おまけ、なんかノベリティみたいなやつがこちらになります。花形屋の芸春米 150g をもれなくプレゼントです。です。でこんな感じね、お米、お米、お米がついてきます。って感じで最後で、これで最後になります。でこれが11個入りで9800円になります。なります。だからいろんなものをね一気に食べられて、そうそう、じゃあほら次東京駅に行ったらね、うん、あのこれお土産にしようっていうのをね、うん、じっくり決めるのにいいんじゃない、味見みたいな、そう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 、あと何買ったらいいか分かんない、そうそうそう、これ、ね、まとめてなんか、そうそうそう、人気商品が1個になってるから買いやすいと思って、そう、そうという感じです。じゃあ以上で東京ね、あ、じゃあ JR の、うん、ページで購入した東京土産ふくふくセットの紹介になります。以上です。